レオンです。今回は引き続きね、この IDW13 こちらですね。こちらのもうすでに時計はめてるんだけど、機能紹介ちょっとやっていくんでね。アプリの紹介っていうのは別でやろうかなと思って、これね、まずね、こうやって振ったら画面がつくようになってて、で上にスワイプで、下から上にスワイプで通知ですね、 YouTube、LINE とか、こういう感じで、こうやって感じで TikTok とかで見たい場合は、こうやってやったら、少し全文はちょっと読めないんだけど、表示されないんだけど、ある程度は表示されるんですね、こうやってね。で戻すときはまた左、こうやって、で下から上にスワイプしたから、今度は逆で上から下にスワイプでこうやって戻るんで、で左から、これアレクサで、これ動画音楽コントロール、これは再生はできないんだけど、音楽は流れないんだけど、コントロールですね、後でちょっとやるんで、これはベリーフィットアプリに接続して天気予報の通知を有効にする、やってるんだけどな、まあいいや、後で。ウォッチを装着して睡眠モニターする、野外ランニング、これをいろいろこうやって、でこれで戻ると、で長押しで、あ、これはあれだな、アクティビティ、こうやってと、で上から下はコントロールセンター、 iPhone みたいに、でこれが右側が、これ手前に傾けてスリープ解除、今オフにしてるからあれだけど、これで今こうやって上を動かすとつくようになるんですよ、こうやって、でこうやってね、でこれが設定、時計の文字盤変えたりとかいろいろできるやつで、で下が電話を探す、例えばこの iPhone がちょっと見当たらなくなった場合、どこにあるのかなってちょっと分からなくなった場合、これで知らせてくれる、ね、こうやって音が鳴るんですよね、こうやってベリーフィットの通知が iPhone を探してます、でこれで分かると、で上が明るさ調整、20%、40%、60%、80%、100% と、これ20%にしてるんで、で下が水を抜いてます。こうやってバイクが鳴って、ウォッチを振ると水が出やすくなりますということで、で下が電池の省電力モード、オンにしたら、これ、長押しで、これ長押しでこうやって長押しで省電力モードを、ね、解除されたから今で、これがナイトサイレントモードってやつですね、で下が電灯ですね、これ明るさ調整、こうやってちょっと暗くしてみようか、これでこれが一番マックスかな、こうやってこれが一番暗いで、3段階ですかね、これが一番明るいやつで、
今通知がちょうど来たんで。これがあのアラームとか。アラームですね。7時とこう言ってね、いろいろこう言って、アラームとかいろいろあるんだけどね、一応は。で、これを押すといろいろアクティビティ。こうやっていろいろ距離とか、これは電話すかね、通話履歴とか頻繁な、これ iPhone から電話かかってきたらここで取れたり、あのかけたり受けたりできるんですよ。ダイヤルパッド、こうやってね、アレクサとか。アレクサがちょっと反応しないんですよ。ちょっとやってみようか。アレクサ、今日の天気は？できないでしょ。考えていますね。もう一回やってみようか。アレクサ、今日何日？今日は何日？考えていますってなってるけど、なんか他の YouTube でこれ IDW3 の動画見たら、あの反応してたんだけどな、おっしゃってる意味が分かりませんって。またあのこれちゃんとできるようになったら動画撮るから、エクササイズヒットいっぱいあるんですよ。こうやって運動の記録とか心拍数、これね、 SPO2、 ストレス、睡眠とかね、睡眠モニター、ウォッチを装着して睡眠の質をモニターする、呼吸トレーニング、時計、これはさっきのアラームで、ストップウォッチ、俺ストップウォッチよく使うからね、これで111で、これでリセットで、これがタイマー、こうやってね、1分から60分まで設定できると。天気、これ天気がおかしいな、設定してなかったんかな。あ、向こうになってんの。昨日設定してたんだけど、たまに解除されたりするんだけど、するんだよな。通知がオフになったりするんですよ。はい、これは後で。これ反応しないときもあるからな。天気、生理記録、これは女性のですね。音楽、
カメラコントロール、あ、今天気これオンにしたんだけど、音楽コントロール、カメラコントロール、これカメラコントロールっていうのはね、シャッターを切るんですよ。例えばこれ写真こうやってね、これこうやってやってるでしょ。ちょっと離れたところでこれこれさ、こうやってシャッター切れるんですよ。なんか音が鳴らんな。あ、音がちっちゃいのか。パシャパシャってなってんだよ。これこうやってね、反応いいっしょ。こうやってね、で音楽コントロールちょっとやってみようか。ちょっと待ってよ。設定ちょっとやるか。設定が時計の文字盤、こうやって変えたりできる。こうやって、まあ、これ長押しでもできるんだけどね。こうやってこうやって、あ、これ待ち、この長押しはアレクサになるんだよ。設定何分だ、12分、早い。時計の文字盤、表示、画面の明るさ、これさっきのやつですね。スクリーンオン時間10秒で今設定してるんだけど、5秒から20秒まで1秒単位でできるんですよ。で、腕を持ち上げるとスクリーンが点灯します。で、サウンドと振動、サイレントモード、着信音の音量、こうやって、このぐらい、振動の強度、弱い、中程度、強い。で、オートオフか。これはやらなくていいんじゃないかな。オフにしてるんだよね。バッテリー残量 61%、 バインド後に充電するのに省電力モードにする。一般、シャットダウン、再起動、ユーザーデータクリア。詳細、このバージョンとかね、モデル IDW13、バージョン、これアプリのバージョンですね。1.0010。これアップデートしたから、ファームウェアアップデート。管理。で、ヘルプ。使い方ですかね。コードをスキャンしてヘルプを表示。こんなもんですね。で、ちょっとあの音楽コントロールちょっとやってみようか。ちょっと著作権フリーのやつちょっとやるかな。ってよ。NCS ちょっと流してみるか。これこれね、音楽コントロール、
止めたり再生したりこうやってこれでできる。で音もね、今マックスになってるんですよ。こうやって下げたり、長押しには対応してない、一個一個こうやって。で次の曲に飛ばした場合はこれこうやって長押しで早送りはできないですね。こうやってで、あの YouTube にも対応してるしてたと思うんで、ちょっと YouTube ちょっと自分の動画ちょっとあの適当に、なんていうの、著作権フリーのやつ、なんていうの、著作権に関係ないやつとか、俺の動画がいいかもしれない。ちょっと待ってくださいね。まあ、これでもいいんだけどね。ね、あ、最初でしょ。これいいっしょ。こんなもんかな、このアプリで紹介は。はい、以上ですね。今回この IDW13 のこのスマートウォッチ側からの機能紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。はい、失礼します。